こんにちは、ブレイダンスの小林です。このビデオではですね、ザ・ボイスのボーナスとして新しく追加したポッドキャスティングの出版インフラですね、こちらのお話をしたいと思います。まあ、通常ですね、英語圏においてはですね、ポッドキャスティングを出版するっていうサービス、それはですね、ASP 型で、まあ、月額会費を払って皆さん利用しているんですけれども、私がですね、その主催権のライセンスを以前購入しておりますので、ザ・ボイスのですね、皆さんにはメンバーでいらっしゃる限りですね、無料でですね、このサービスを利用していただくことができると。そしてですね、このプラットフォームはですね、ASP 型のプラットフォームと、あとデスクトップもしくは iPhone などにですね、ダウンロードしていただくソフトアプリケーションですね、その2つによって構成されております。まずですね、ご覧いただいているアイコン右側を見ていただきたいんですけども、これがですね、ポッドキャスティング出版インフラのですね、オーデロっていう名前なんですけども、こちらがデスクトップアプリケーションです。このようにして開いたんですけれども、こちらの真っ白いこの空欄のところにですね、音声ファイルをドラッグアンドロップで入れることもできますし、この赤いボタンをですね、押してですね、このダイレクトに録音することもできます。ただですね、長い文言になりますとですね、ダイレクトに録音するよりもですね、違うデバイスで録音して、その後ですね、編集した方がいいんじゃないかなと。ダイレクトに録音した場合にはですね、編集ができません。例えばですね、例としてですね、このボタンを押してみましょう。はい、こんにちは、ブレンダーズの小林です。こちらがポーズボタンですね、赤いところ。そして右側が終了になります。もうこれはテストですので、一応終了します。はい、するとですね、このような画面になります。左側のプレイボタン、はい、こんにちは、ブレンダーズの小林。はい、このように録音されております。そしてですね、まあ、基本的に右側のアップロードボタンを押せばですね、 ASP のプラットフォームへファイルがアップロードされますので、このボタンを押すと、一番左がですね、イントロのミュージックをつけるよとかあるんですけども、まあ、通常使うのはこのアップロードだけです。そして鉛筆のマークがあるんですが、これファイル名を変更なんですけども、この時点でファイル名を日本語にしますと、 ASP のプラットフォームへ移った時に文字化けしますので、ここは何もせずにですね、アップロードをします。はい、これでアップロードが完了しました。そしてですね、このギアマーク、これが編集ボタンになりますので、こちらをクリックします。はい、そしてですね、ログインします。はい、このようにですね、プレイヤーをどの色にするのかといったいろんな選択肢があるんですけども、このように選ぶこともできますし、あとはですね、オートプレイ、自動再生するのかしないのか、そして、アニメーションのエントランスですね、こちらをつけるのかつけないのか、そしてコメント欄をつけるのかつけないのか、そして あとですね、まあ、セキュリティということでパスワードプロテクトするのかと、こういった編集を行うことができます。まあ、そして、まあ、一覧があるんですけども、この画面でですね、ファイル名を日本語化することもできます。ご覧いただいておりますように、日本語のタイトルも出ております。まあ、あとですね、ボタンが出ておりますけれども、こちらですね、一番左が再度設定、もう一度戻ります。まあ、あとですね、ページをカスタムページを作ることもできます。そして埋め込みコードなんですけれども、基本的にですね、こちらのコード、これを貼り付ければどこにでもポッドキャスティングを設置することができると。それで先ほどお見せしたページなんですけれども、ページを作成することもできますので、あなたのブログの記事もしくは固定ページに貼り付けるのではなくですね、もうカスタムページを作ってしまって、その URL をお客様に知らせるということもできます。あとポッドキャストなんですけども、こちらはですね、単なるですね、音声ファイルにプレイヤーをつけるというものではなくですね、本格的にもうポッドキャスティングの出版というものもできるようになっております。一応 ASP サービス側ではこのようになっておりまして、そしてですね、もう一つ左側のアイコンがあるんですけれども、こちらクリックしてみましょう。はい、こちらはですね、オーダーシティという無料のソフトウェアなんですけれども、これでですね、音声を編集すると、
というふうになります。私もまだ使い始めたばかりなんですけれども、今回ですね、ザ・ボイスでは、私が制作するラジオ番組、そういったものをどんどん提供していきますけれども、時間の経過とともにですね、あなた自身の音声も、ポッドキャスティング化したいよというニーズがあると思ってですね、先ほどご紹介したオーデロですね、あのプラットフォームですね、そしてですね、私も勉強しながら皆さんにビデオでシェアしていきたいんですけれども、オーダーシティ、音声編集ソフトですね、これ無料なんですけれども、非常に、高機能なんですね。はい、こちらのですね、使い方を、トレーニング化していきたいと、例えばですね、はい、このように、例えば音声を取り込んでですね、こんにちは、ブレンダーズの小林です。はい、そして例えば、いらない部分をですね、ハサミで切るようにですね、削除 すると、さまざまなですね、エフェクトをかけると、そういった音声に関するもうこれ一つあればもう大丈夫だよというソフトウェアになります。こちらもですね、カバーしていきたいなというふうに考えております。ぜひですね、あなたのラジオ局、ラジオショーをですね、持つと、その基地を持つということが非常に重要になってきます。そしてこのボーナスがあればですね、あなた自身が将来ですね、ポッドキャスティングをオリジナルのコンテンツで作成したいよといったニーズにも十分応えていくことができると思います。ぜひですね、このボーナスをメンバーエリアで受け取ってください。ありがとうございました。